抗うつ薬とは、典型的には、抑うつ気分の持続や起死燃料を特徴とするうつ病のような気分障害に用いられる、精神科の薬である。不安障害のうち全般性不安障害やパニック、障害、社交不安障害、脅迫性障害、心的外傷後ストレス障害にも処方される。慢性疼痛、月経困難症、 高年期障害、耳鳴りなどへの適応外使用が行われる場合がある。しかし、適応外の処方には議論があり、アメリカ合衆国司法省による制裁が行われた例もある。モノアミン酸化酵素素外薬と酸関係抗うつ薬の抗うつ作用が偶然に発見されて以降、セロトニンとノルアドレナリンの挙動が着目され、四関係抗うつ薬。 選択的セロトニン再取り込み阻害薬、セロトニンノルアドレナリン再取り込み阻害薬、ノルアドレナリン作動性、特異的セロトニン作動性抗うつ薬が開発されてきた。抗うつ薬は効果の発言が副薬開始から2から6週間遅れるが、しばしば1週間後までに効果が見られることもある。抗うつ薬の有効性が議論されており、軽症のうつ病に対しては必ずしも 薬剤の投与は一時選択にはなっていない。統計的には、偽薬との差があるが効果は小さく、臨床的に意味がない差だとされる。1990年代後半から約30年間の抗うつ薬の大幅な増加は、測定可能な講習の利益を生み出していない。使用にあたっても一種類の抗うつ薬のみを使用する。もし抗うつ薬に対して反応がない場合でも、 複数の抗うつ薬の併用はせず、有害作用が臨床上問題にならない範囲で十分量まで増量を行い、十分量まで増量しても反応が見られない場合は、薬剤の変更を一部の抑うつ症状に改善が見られるがそれ以上の改善がない場合は、抗うつ効果増強療法を行う。ケタミンは治療抵抗性うつ病に対しても、時間単位で効果が現れるという速効性から、 世界では用いられるケースがある。ただケタミンは海離性麻酔薬であり、薬物乱用されうる薬剤でもあることから、製薬会社は、ケタミンの薬理学的作用に注目した、ケタミン様薬物の研究を進めている。抗うつ薬の使用は、口括といった軽い副作用から、肥満や性機能障害など、様々な副作用が併存する可能性がある。 また、新型糖尿病の危険性を増加させる。さらに他者に暴力を加える危険性は、抗うつ薬全体で8.4倍に増加させるが、薬剤により2.8倍から10.9倍までのばらつきがある。投与直後から自殺の傾向を高める不活症候群の危険性がある。治験における健康な被験者でも自殺燃料や暴力の危険性が2倍であった。 日本でも添付文書にて24歳以下で自殺燃料や自殺機との危険性を増加させることを注意喚起している。風ガイドラインでは12歳未満の子供については近畿である。急に服薬を中止した場合、ベンゾジアゼピン離脱症状に告示した離脱症状を生じさせる可能性がある。離脱症状は少なくとも2から3週間後の再発とは異なり、 数時間程度で発生し、多くは、軽度で1から2週間で収まるとされるが、2018年の調査では46%が重症で、数ヶ月までにわたることも珍しくはない。離脱症状の高い出現率を持つ薬剤、パロキセチンで66%やセルトラリンで60%がある。副作用に関するデータは過小評価されており、利益よりも害の方が、 大きい可能性がある。製薬会社は特許対策のために分子構造を修正し似たような医薬品設計を行っていたが2009年にはグラクソスミスクラインが神経科学分野での採算悪化を理由に研究を閉鎖した。その後大手製薬会社の似たような傾向が続いた。3を境にしてグループにすることが一般的である。例えば 日本うつ病学会の診療ガイドラインはスリー、スナリー、ミルタザピンなどを新規抗うつ薬としてひっくるめている。あるいは研究者はこれら新規抗うつ薬を第二世代と呼ぶことが一般的である。有効性では新規の抗うつ薬と従来の抗うつ薬とに違いはないという見解は混在する。一定した結論はない。従来の抗うつ薬では 抗コ,コリン作用による鎮静作用が強く、また自殺に用いられた際に死亡率が高い。忍ぶ広志性においては新規の抗うつ薬であるが、24歳以下で自殺を誘発する不活症候群や中止時の離脱症候群、また高齢者での死亡率の上昇など、副作用の違いがある。どれが第一選択となるかということはない。最も初期の抗うつ薬であるが、薬剤相互作用や、 副作用の多さから日本では、抗うつ薬としてはほとんど使われず、パーキンソン病治療薬として、もっぱら用いられている。最も古い抗うつ薬で1950年代に登場した。これらの薬のセロトニンやノルアドレナリンの再取り込みの阻害が後に発見され、改良につながっていった。三関係抗うつ薬の第一世代としては、アミトリプチリン、イミプラミン、クロミプラミン、 トリミプラミン、ノルトリプチリン。三関系抗うつ薬の第二世代としては、アモキサピン、ドスレピン、ロフェプラミンが知られている。初期の抗うつ薬であるが使われ続けている薬である。その理由としては、有効性という点では、新規抗うつ薬が勝っているとは、必ずしも言えず。 抗コ,コリン作用をはじめとした多くの副作用が存在するが、緊急入院患者のような重症では有効性が高い可能性があるという見解があるためである。特徴としては3級アミンは2級アミンと比べると、鎮静作用、抗コ,コリン作用が強く、起立性低血圧も起こしやすい。鎮静作用と体重増加の作用は、ヒスタミン H1 受容体に対する神話性と相関している。 起立性低血圧はアドレナリン α1 受容体との親和性に相関している。またとかは内服中断後1週間は体内に留まると考えられている。危険な副作用としてはキニジン様作用と言われる心臓障害がある。ノルアドレナリンの再取り込みを選択的に阻害し、セロトニンの再取り込みは阻害しない。高コ,コリン作用は とかよりも軽減されている傾向があるが、痙攣を起こしやすく、抗痙攣作用の強い抗不安薬を併用することが多い。塩酸マプロチリン、塩酸ミアンセリン、マレイン酸セチプチリンが有名である。フルボキサミン、パローキセチン、セルトラリン、シタロプラム、S シタロプラムが知られている。急に副薬を中止すると、スリー離脱症候群が発現する恐れがある。 脅迫性障害、社交不安障害、パニック障害、心的外傷後ストレス障害に適応があるものがある。双極性障害には、気分は安定薬と併用しない限り近忌である。効果発現に2週間程度必要である。投与初期は、悪心、嘔吐、不安、焦燥、不眠といった症状が出現することがあるが、継続投与で警戒、消失する。 持続することもある。セロトニン需要体に対する急性刺激と考えられている。少量ではセロトニン選択性であるが、高容量となるとノルアドレナリンの再取り込みも阻害するようになる。トリアゾロピリ人形の抗うつ薬。トラゾドンはセロトニンの再取り込みを阻害するほか、セロトニンの HT2 需要体の阻害作用が強い薬物である。ナッサは英語。 ノリドリナージックスペシフィックセラトナージックアンティーディプレセントの略。これまでのようにシナプスにおける神経伝達物質の再取り込みを阻害して濃度を上げるのではなく、セロトニン、ノルアドレナリンの分泌量そのものを増やす作用がある。α にヘテロ需要体と α に需要体を塞ぎ、セロトニンやノルアドレナリンが出ていないと錯覚させ、分泌を促す。また、 5HT1 受容体にセロトニンが結びつきやすくするために 5HT1 以外のセロトニン受容体を塞ぐ。スリスナリーと作用用途が違うため単剤処方で効果が薄い鬱病に対してはこれらの抗鬱薬を併用するカリフォルニアロケットという投薬が行われる場合がある。フーのガイドラインでは成人の鬱病に対しての選択肢として提案されているが 一方で12歳未満には処方禁止、12歳以上の児童では第一選択肢から除外するとしている。風筆水薬品モデルリストから選択することが望ましい。英国国立医療技術評価機構の2004年のガイドラインは危険性、利益の比率が悪いという理由で、抗うつ薬を軽症うつ病の初期治療に用いるべきでは、 ないとしている中等度あるいは重度のうつ病では、スリーの方が3関係よりも、忍ぶ広し勢が高い重度のうつ病では、抗うつ薬は認知行動療法のような心理療法と組み合わせるべきである。ナイスの2009年の改定されたガイドラインは、危険性、利益の比率が悪いために、軽症以下のうつ病に、抗うつ薬を使用してはいけないとしている。さらに、セント・ジョーンズワードは、 軽症あるいは中等度で利益がある可能性についても言及している。アメリカ精神医学会による2000年の大鬱病性障害の患者の治療のための診療ガイドラインは患者が望むなら軽症の大鬱病性障害の最初の一時治療に抗鬱薬を投与しても良いとしている電気、軽練療法が計画されていない中等度から重度の大鬱病性障害では 抗う鬱薬を投与すべきである。精神病性鬱病には、抗精神病薬と抗う鬱薬の併用、あるいは電気経連療法を用いるべきである。有効性は、外資的分類間と分類内で同等であると示されており、最初の選択は主に個々の患者、患者の選択、医薬品と費用に関する臨床試験のデータの量と、質から予想される副作用に基づく。 日本うつ病学会の2012年の大うつ病、障害の治療ガイドラインでは、軽症うつ病の場合、安易な薬物療法は避けるべきであり、中等度から重症のうつ病の場合、一種類の抗うつ薬の使用を基本とし、十分な量の抗うつ薬を十分な期間にわたって投与すべきであるとされる。寛解維持期には十分な継続、維持療法を行い、 抗うつ薬の投与の集結を急ぐべきではないとされる。ナイスのガイドラインでは、全般性不安障害及び脅迫性障害への第一選択肢は低強度の心理療法であり、それに効果を示さなかった場合は、選択肢の一つとして、スリーによる薬物療法を挙げている。繊維筋痛症の頭痛管理選択肢の一つとして、ガイドラインで挙げられている。 抗うつ薬が効果を表すのは、セロトニン、ノルアドレナリン、ドパミンなどの神経伝達物質に作用するからで、あるとされている。しかし、3関係や4関係抗うつ薬では、抗コリン作用、抗アルファ1作用なども併せ持っており、そのために、以下のような副作用が報告されている。また、実際の症例では、他の基礎疾患治療薬との併用となることも多く、 薬剤相互作用や副作用の頻度は上昇するとともに見逃されやすいと指摘されている。副用開始直後の吐き気については、これについては、生徒剤や六訓固有などの併用によって緩和することが可能である。性欲減退については、ウンリーとの併用で解消できる場合があることが報告されている。スリーの主な副作用には以下が含まれるが、これだけに限定されるわけではない。 セロトニン症候群、吐き気、下痢、血圧の上昇、精神運動性激越、頭痛、不安、神経過敏、情緒不安定、自殺燃料の増加、自殺気と不眠症、薬物間の相互作用、新生児の薬害反応、食欲不振、狡猾、眠気、新鮮、性機能障害、性欲減衰、無力、消化不良、めまい、発汗、人格障害、 鼻血、貧乳、月経型、層、軽相、乙寒、動悸、味覚搭作、排尿障害、軽眠、胃腸の不正、筋力低下、長期間の体重増加。三関係抗うつ薬の一般的な副作用、かす霞目、軽眠、めまい、新鮮、性的な問題、皮膚疹、また、体重の増減。三関係抗うつ薬の副作用には、 心拍数、軽眠、硬活、便秘、尿閉、霞目、目まい、精神錯乱、性機能障害。毒性は、常用量で約10倍である過剰を服用では、致命的な不正脈を引き起こし致死的になることが多い。一方で、三関係抗うつ薬は、今なお特にうつ病の重症の症例での有効性を、理由として、安価にまた適用外で用いられている。 1998年の162のランダム化比較試験からのスリーと3関係、抗うつ薬の有害事象の比較レビューでは、口渇、便秘、めまいでは、スリーの方が半分程度の頻度であるが、吐き気、下痢、不安、興奮、不眠症では、スリーの方がおよそ2倍の頻度であり、副作用の合計数では、スリーの方が多かった。ナッサの副作用には、 食欲増加、体重増加が含まれる。2009年5月に公表された研究によれば、乳がん生存者が抗がん剤のタモキシフェンの服用中に、いくつかの抗うつ薬を用いた場合に、再発の危険性がある。双極性うつ病においては、抗うつ薬が、スリーでは、頻繁に、軽相塗装と層の症状の悪化あるいは誘因となる。妊娠中の抗うつ薬の使用は、 自然流産の危険性の増加に関連している。妊娠は感情の変動の誘因となり、うつ病に対処することを難しくする。発達中の胎児と乳児に対する危険性と反している医薬品の中断と再発の危険性が比較検討される。一部の抗うつ薬は妊娠中の胎児に対する危険性が低いが、FDA はパキシル使用時の出生以上の危険性について、 忠告しており、またマオは避けるべきである。新生児は出生時に抗うつ薬の突然の中断により離脱症候群が現れる可能性がある。妊娠中の抗うつ薬の使用は自然流産、出生以上、発育遅延の危険性の増加、自閉症の危険性が2倍に増加することに結びついている。抗うつ薬は母乳中に様々な量で含まれているが、 乳児に対する影響は不明である。2006年の米国医師会雑誌における産業的な公表では、妊娠中に抗うつ医薬品を中断することは、再発頻度が高いことを見出した。米国医師会雑誌は後に、金銭的つながりや利害関係の衝突の可能性に言及して、訂正を公表し、著者は、つながりは研究活動に関係していないと主張した。3回で、 出産機医学者のアダム・ユレートは、ウォール・ストリート・ジャーナルで、患者と医療専門家は、産業の影響から、自由な状態で助言される必要があると述べた。増量でも減量でも、抗うつ薬の服用量を変更した場合、自殺の危険性が2倍になることが認められる。159,810人のアミトリプチリン、フルオキセチン、パローキセチン、ドチエピンの使用者からの研究から、 抗うつ薬の開始から1ヶ月、特に最初の日から9日目の間に自殺行動の危険性が増加したことが見出された。アメリカ食品医薬品局は全てのスリーに子供と若年者における自殺率を2倍にするというクロワク警告文を命じた。しかしながら自殺は医薬品に起因するのか、うつ病自身の要素なのかという議論がある。 25歳以下の成人の自殺傾向や自殺行動の危険性の増加は子供と若年者でのものに近い。若い患者は自殺燃料や行動の兆候をとりわけ治療開始の8週間は注意深く観察されるべきである。米国では FDA の警告以降に若年者の自殺死者数が増加している。FDA 警告の結果 若年者の抗うつ薬治療が少なくなり、結果として自殺者が増えたとすれば問題であると、日本うつ病学会の野村総一郎は述べている。2009年の英国、モーズレー処方ガイドライン第10版では、うつ病の治療が騎士燃料及び自殺機とを防ぐ最も効果的な方法であり、ほとんどの場合、抗うつ薬による治療が最も効果的な方法だとしている。 2012年のうつ病学会シンポジウムでは、渡辺光一郎により、米国精神医学会の治療ガイドラインでは、自殺予防の観点から抗うつ薬は特に急性期には必要と認識されていると意見されている。意見は、男女ともスリへの処方量が増えると、自殺率は低下する。若年者への投与の減少により、若年者の自殺率が増加している。睡眠障害により、 自殺率は上昇する。不安障害の併存により、自殺率は上昇する。アルコールや物質依存により、自殺率は上昇するというものである。しかし、2015年のアメリカ国立精神衛生研究所やコロラド大学の教授らによる、自殺予防の観点からの薬物療法についての論文によれば、リチウムとクロザピンが自殺を防止するという証拠に比べれば、 それ以外の抗うつ薬、あるいは抗精神病薬では、証拠に説得力がないことを報告している。ケタミンでは、投与から40分で自殺燃料を減少させており、自殺機とと死亡に関する調査は、まだないが、今後の研究に期待が寄せられている。2016年4月の研究は、抗うつ薬の長期間の使用中に、自殺や、 自殺期等を防ぐかについて包括的なレビューによってメタアナリシスを実施し未知の理由による試験からの脱落が多く結論に至らなかった。また北欧国乱ンセンターの研究はシステマティックレビューを行い欧州の監督庁に提出されたデータからデュローキセチン、フルオキセチン、パローキセチン、セルトラリン、ベンラファキシンについて成人では 差がないものの小に及び青年では自殺及び攻撃のリスクは倍増していることや、欧州とイギリスの監督庁に提出された知見における健康な被験者の自殺燃料や暴力の危険性を2倍にしていることを見出した。前者の研究では、イーライリリー社のデータでは自殺燃料の情報が欠落しているなどの情報の不完全性があり、 解明にはそうしたデータの入手が必要であるとしている。複圧性尿失禁に対するデュロキセチンによる治療のアメリカでの試験で予想を上回る自殺率が報告されたため、欧州医薬品庁に提出されたデータのメタアナリシスしたところ、人数の少なさと自殺や暴力に関連する記載の書き方を原因として信頼性のある評価が行えなかった。 抗うつ薬が自殺を引き起こすリスクは過小評価されており、システマティックレビューは自殺行動に関するデータがほとんどないことを発見している。食品医薬品局の有害事象報告システムのデータのうち、殺人や暴力の基準を満たしたものを同定し、暴力が起きた件数の79%を31つの薬で占めたが、そのうち抗うつ薬は13つである。 抗うつ薬全体では8.4倍、フルオキセチン、スリーで10.9倍、パロオキセチン10.3倍、フルボキサミン8.4倍、ベンラファキシン8.3倍、デスベンラファキシン7.9倍、セルトラリン6.7倍、エスシタロプラム5.0倍、シタロプラム4.3倍、アミトリプチリン4.2倍、トラゾドン3.5倍、ミルタザピン3.4倍、であった。 抗うつ薬の服用者の年齢が下がるほど互い行為の傾向が見られた。自殺の不死も参照。抗うつ薬の使用は高齢者の転倒と関連している。1ヶ月以内に抗うつ薬を摂取していた場合、自動車事故の危険性が70%増加する。トリミプラミン、ミルタザピン、ネハザドンを除く全ての主要な抗うつ薬はレム睡眠を抑制し、 これらの薬の臨床効果は、概してレム睡眠における抑制効果に由来するという説がある。抗うつ薬の3つの主要な種類、モノアミン酸化酵素阻害薬、酸化系抗うつ薬、選択的セロトニンサイトリコミ阻害剤はレム睡眠を大きく抑制する。マオイはほぼ完全にレム睡眠を抑制する。ミルタザピンはレム睡眠に影響がないか。 それをわずかに増加させるかのどちらかである。この作用は長期間にわたり高容量の抗うつ薬を服用している患者の疲労を増大させる原因となる。多くの抗うつ薬は通常は5から 25kg の範囲で稀に 50kg 以上の体重増加に結びついている。約165万人からのメタアナリシスで3 r g に3関係抗うつ薬である他の 抗うつ薬の使用は2年で2型糖尿病の危険性を68%増加させる。抗うつ薬を急に中断した場合、頻繁に体と精神の両方に離脱の要素のある抗うつ薬中断症候群を生じさせる。離脱症状は抗うつ薬を6週間以上服用した後に服薬をやめた、数時間から1日程度で現れる可能性があり、 少なくとも2から3週間後であるうつ病の再発とは異なる。症状は軽度なことが多いが、少数は医師による治療が必要である。離脱症状は3のほか3関係抗うつ薬、モノアミン酸化抗素阻害薬、否定抗うつ薬で報告されている。2018年のシステマティックレビューでは14件の研究から離脱症状の出現率は、 平均56%であり、患者への告知、ガイドラインの更新は必要とされる。46%が重症となり、症状の期間が数ヶ月までにわたることも珍しくはない。デンマークにおけるノルディック国乱ンセンターの研究者は、スリー中断の兆候と症状を、ベンゾジアゼピン離脱症状におけるものと比較し、両方に離脱反応として依存症症候群を示し、 告示していたと結論した。他の場所では、スリーが依存症を引き起こすという懸念が持ち上がっている。抗うつ薬は、時計遺伝子として知られる、転写因子と相互に作用する可能性があり、薬物の依存性とおそらく肥満に関与している。6から9ヶ月を超える長期の治療の場合、このプロセスは、抗うつ薬の初期の急性効果を妨害する。 薬物治療の終了時にこのプロセスのみとなって、離脱症状を生じさせ、再発の脆弱さが増す。このプロセスは、必ずしも、過逆的ではない。それどころか多くの抗うつ薬が切り替えあるいは、増強されており、反体制が起きる。スリー中断の離脱症状の一部を挙げる、怒り、不安、パニック、抑うつ、人症、白利、精神錯乱。 集中力の低下、記憶の問題、号泣発作、幻覚、う、潜望、平行感覚の問題、視覚障害、電撃の感覚、無感覚、視覚障害、むずむず足、うずき、新鮮、震え、パーキンソン、攻撃性、緊張。さらに、増量でも減量でも抗うつ薬の容量の変更が生じた場合、自殺の危険性が2倍になるとみられている。 離脱と反発の作用の強度を最小化するには、抗うつ薬は減量に対する個人の反応に応じて、数週間から数ヶ月の期間継続すべきである。集団のためのアシュトンによる手順では、毎週か2週ごとに、残りの容量の10%の減量を進めている。大部分の事例では、中断症状は、 最後の1から4週間まで存続するが、おそらく15%までの少数の利用者は、離脱後1年間にわたり、離脱症状が持続する。離脱症状の出現率は、全体では20%程度だが、パローキセチンで66%、セルトラリンで60%と薬剤によって異なり、血中半減期が短いものが、出現率が高い傾向がある。 パローキセチンとベンラファキシンは、中断が特に困難なようで、18ヶ月以上、持続する長期にわたる離脱症状が、パローキセチンで報告されている。いくつかのピアスサポートのグループが、患者が抗うつ薬を徐々に減らすための支援を行っている。2013年に発行された、精神障害の診断と統計マニュアル第5版では、 抗うつ薬中断症候群の診断名が追加された。なお、薬物治療抵抗性うつ病や再発性うつ病も含めた中等症から重症のうつ病に対して抗うつ薬の効果の増強療法が選択される場合がある。増強及び併用を参照。抗うつ薬の効果は副作用に関連するリスクを正当化するために偽薬をしのぐべきである。 うつ病の重症度の評価にハミルトンうつ病評価尺度がしばしば用いられる。ハム D の17項目のアンケートからの最大スコアは52点である高いスコアがより重度のうつ病である。何が薬に対する十分な反応に相当するのかについては十分に確立されていないが寛解あるいは全てのうつ症状の実際の除去が目標であり、しかしながら 感解率は稀にしか公表されていない。症状軽減の割合は、抗うつ薬による46から54%に、対して、偽薬では31から38%である。234の研究から、第2世代の13種の抗うつ薬、シタロプラム、デスベンラファキシン、エスシタロプラム、フルオキセチン、フルボキサミン、ミルタザピン、ネファゾドン、パロオキセチン、 セルトラリン、トラゾドン、ベンラファキシンにて、年齢、性別、民族、併発疾患を考慮しても、うつ病の急性期、継続期、維持期の治療に対して、他のものを上回る、臨床的に意味のある優越は発見されなかった。うつ病の薬物治療の有効性について、アメリカ国立精神衛生研究所によって委託され、これまでに最大規模かつ高額な費用がかかった研究、 スター D が実施された。その結果の概要は以下である。スター D の各過程は14週間ごとであり、従って14週後における感解率や脱落率を表す。この研究で比較されたどの薬の間にも感解率、反応率、感解あるいは反応までの期間に統計的あるいは意味のある臨床的な違いはない。シタロプラム、リチウム、ミルタザピン。 ノルトリプチリン、セルトラリン、トリオードサイロニン、トラニルシプロミン、ベンラファキシン除法状が含まれる。2008年のランダム化比較試験のレビューは、症状の改善は、スリーを使用して1週間目の終わりが最高で、いくらかの改善は少なくとも6週間継続したと結論した。スリーのフルオキセチン、パロオキセチン、エスシタロプラムと、スナリーデュロキセチンと偽薬では、 反応があった場合、偽薬の方が改善度が緩やかだが、すべてで時間とともに改善していく傾向が見られた。しかし、抗うつ薬に反応しなかった患者の一部、全体に対する約25%の患者は、ハム、D スコアが高いままで、8週間では偽薬より著しく高かった。これは、抗うつ薬に反応しない場合、中止すべきことを示唆していると解釈された。 うつ病は類似した症状を呈する異なる病院の病気の集合なので、抗うつ薬の用語が悪いことを示した。大うつ病性障害の定義は検討違いの可能性がある。抗うつ薬はうつ病の根本にある原因に効果があるかについて、2002年のレビューは使用を終了した場合、抗うつ薬がうつ病の再発の危険性を減少させるという根拠が、 ないと結論した。このレビューの執筆者らは、対人関係療法と認知行動療法を挙げ、抗うつ薬を心理療法と組み合わせることを提言した。2006年のシステマティックレビューは、増量を推奨する証拠がないことを確認した。パローキセチンの増量は、血中濃度では増加するものの、セロトニン受容体での占有率を増加させていないため、著者は、 3の増量は推奨できないとしている。フルオキセチン、パロオキセチン、シタロプラム、エスシタロプラム、セルトラリン、フルボキサミンでのメタアナリシスで反応率は通常の開始要領の50.8%に対して、高要領で開始した場合は54.8%であり、有害事象による中止率は通常量9.8%に対して、 公用量16.5%であり、有害事象のリスクの方が高まった。3関係、4関係、3、シタロプラム、フルボキサミン、ミルナシプラン、セルトラリン、パローキセチン、ベンラファキシン、マウス、否定系抗うつ薬を、イミプラミント化換算で有効性を、メタアナリシスした研究があり、公用量は、 改善率を上昇させないが有害事象の発現率を上げていることが示されている。高容量の抗うつ薬によるハミルトンうつ病評価尺度の改善度は9.97点であったのに、対し低容量では9.57点であり、臨床的には無視できるほどの差であった。解析に使用されたのはフルオキセチン、パローキセチン、セルトラリン、ベンラファキシン、ネファゾドオン、 およびシタロプラムのデータである。抗うつ薬が投与された30%から50%の間の患者が反応を示さない。着実な反応があった場合でも、うつ病と機能不全の優位な継続は一般的で、そういう事例では再発率は3から6倍高い。さらに、抗うつ薬は治療の過程で効果を失っていく傾向がある。 これらの限界と変動を打開するいくらかの方法が実際の診療で試みられている。薬の切り替えと増強と併用である。遺伝子に基づく治療の最適化スター D では治療効果と遺伝子を解析し個人に最適化された投薬を探る目的があったがそのようなデータは得られていない。欧州におけるニューメズ計画からもセロトニン再取り込み阻害剤あるいはノルアドレナリン 再取り込み阻害剤への反応性を予測する遺伝子との関連性は導き出せていない。試行錯誤による切り替え、アメリカ精神医学会の2000年の診療ガイドラインで抗うつ薬による治療によって6から8週目までに反応がない場合、同じ種類の別の抗うつ薬に切り替え、次に異なった種類の抗うつ薬にすることを勧告している。 この方法を用いたスターィ研究で報告された、感解率は21%であった。2006年のメタ分析レビューは、以前の研究の研究結果に多様性を見出した。スリー抗うつ薬に反応しなかった患者が、新しい薬に対して12%から86%の間の反応があることを示した。しかしながら、個人はすでに多くの抗うつ薬を試しているので、 新しい抗鬱薬試験からの恩恵はなさそうである。また一方、後のメタ分析は、新しい薬への切り替えと古い薬の継続との間に違いがないことを見出しているとはいえ、新しい薬に切り替えた場合、治療抵抗性患者の34%が反応し、切り替えなしでも40%の反応があった。したがって、新しい薬に対する臨床反応は、 違う薬を受け取っているという信念に関連した偽薬効果の可能性がある。増強及び併用アメリカ精神医学会のガイドラインは部分的な反応に対して増強あるいは違う種類の薬を追加することを進めている。以下が含まれるリチウム、甲状腺強化、ドーパミン作動薬、性ホルモン、NRI、糖質コルチコイド特性の薬剤、 また新しい抗転換薬スター D 計画は、この方法で30%の寛解率を報告した。併用戦略では、通常、作用基準が重ならないように異なる系統の抗うつ薬を追加する。とはいえ、この戦略の有効性及び副作用についてのエビデンスはまだ少ないので、より大規模な臨床試験で有効性等を実証する必要がある。スター D 計画は、 増強戦略で同じような感解率を報告した。薬剤を切り替えるのではなく、併用して作用増強を図ることは、単剤での副作用を緩和したり、治療抵抗性または重度の精神病症状の悪化と治療無反応性を改善する可能性があることを示している。シタロプラムへの抗精神病薬のリスペリドイの追加は利点が示せなかった。 フルオキセチンに追加したオランザピンでも同様である。長期間の使用1960年代以降、抗うつ薬の服用は、うつ病の長期的転機を悪化させるという報告がある。1990年、アメリカ国立精神衛生研究所は、うつ病に関する全国調査で、抗うつ薬、偽薬、心理療法を比較し、18ヶ月後の健康維持率に、 ついて心理療法を受けた患者群が最高、抗うつ薬を服用した患者群が最低と報告している。1998年、世界保健機関は、うつ病のスクリーニングの意義に関する研究を、世界15都市で実施し、12ヶ月後の転機について、抗うつ薬を服用した患者群は、薬物療法を受けなかった患者群に比べて、 健康状態が悪いと報告している。抗うつ薬の治療効果は一般的に薬物治療が終了すると続かず、結果として再発率が高い。31のプラセボ対象の抗うつ薬の試験の最近のメタアナリシスでは研究期間のほとんどは1年であり、抗うつ薬に反応していた18%の患者が副薬中に再発したのに対し、 抗うつ薬を偽薬に切り替えた場合41%であったことを見出した。アメリカ精神医学会のガイドラインは症状の消失後4から5ヶ月の抗うつ薬による継続治療を推奨している。うつ病エピソードの起用歴のある患者に対して英国精神薬理学会の2000年の抗うつ薬によるうつ病治療のガイドラインは 最低でも6ヶ月から長くて5年あるいは無期限の抗うつ薬の継続を推奨している。2年間の追跡では、抗うつ薬を継続的に使用した約60%が再発しており、認知療法を受け薬を中止していた場合に再発率の優位な低下が見られた。5年の追跡によれば、1年以上薬剤を使用した患者群では、再発率は23%で、 6ヶ月 -12 ヶ月間使用した患者群との違いはなかった。さらに治療上の利益は治療過程の間に前減した。急性期の治療における薬物療法の使用後の残益における心理療法を伴う方法がいくつかの試験によって提案されている。抗うつ薬による治療を受けた再発性のうつ病患者40人で、 再発した場合を除き抗うつ薬の投与を止めた場合の再発率は2年後時点で臨床管理群では80%に対し認知行動療法群では 25%6 年後時点で臨床管理群では90%に対し認知行動療法群では60%であった試験では偽薬へと急速に切り替えられており重度の離脱症状を起こす可能性があることから 試験に欠陥がある可能性があり、維持療法には疑問が提され、抗うつ薬を用いなくとも再発率は上昇しないことが示唆される。一方で、平均8.5ヶ月間の抗うつ薬による治療を受けた後のうつ病やパニック障害の再発リスクは2週間以上かけて徐々中止するよりも7日以内に急速に中止した場合の方が低いという研究結果がある。 抗うつ薬は脳内の科学的不均衡を正すという名目で処方されるが科学的な根拠があるわけではない。偽薬の反応率が最近の臨床試験では高くなっていると主張されているがメタアナリシスからは実際には反応率は30年間変わっていないことが判明している。1998年アービング・カーシュラは偽薬にも本物の薬の 約75%の効果があると発表した。25%の差は、副作用を感じると本物だと分かり、被験者の期待感が高まるからだと説明した。分析には16種類の薬アミトリプチリン、イミプラミン、アモキサピン、マプロチリン、フルオキセチン、パロオキセチン、ベンラファキシン、トラゾドオン、イソカルボキサジド、フェネルジン、トラニルシプロミン、アミロバルビトン、アジナゾラム、 リチウム、リオチロニンの臨床試験データが用いられ、これらを4つの群、とか、3、他の抗うつ薬、他の薬に分けた。すべての群で、偽薬は、本物の薬に対して、ほぼ75%の効果であった。2002年、アービング・カーシュラは、情報公開法に基づき、製薬会社が、アメリカ食品医薬品局に提出した、臨床試験データを入手し、 分析を行った。公開されていなかったデータを含めると75%ではなく約82%であった。この発表は激しい議論を巻き起こした。2004年国ン共同計画は本物の薬のような副作用を持つ偽薬を用いてシステマティックレビューを行ったが偽薬と抗うつ薬の間に有効性の違いは見られなかった。 アービング・カーシュは副作用のない通常の偽薬は本物の薬との差が大きくなる可能性を指摘している。臨床試験データの隠蔽に関する裁判でグラクソ・スミスクラインはすべての臨床試験データを開示することで合意した。医学雑誌編集者国際委員会は一流医学誌では事前登録のない臨床試験を掲載しないとの声明を行い、 世界保健機関による登録制度の構築や臨床試験の事前登録の議論へとつながった。2007年、抗うつ薬は米国で最も問題について議論される処方薬となった。一部の医師は人々が問題の最終的な救いを求めているサインだと考えている。他はこれらの人々が抗うつ薬に依存しすぎていると反論している。2008年、 アービング・カーシュラは、アメリカ食品医薬品局に、フルオキセチン、ベンラファキシン、ネファゾドン、パロオキセチンの臨床試験データを請求し、分析を行った。英国国立医療技術評価機構のガイドラインで、臨床的意義があるとされる基準は、効果量が0.50以上、または、抗うつ薬と偽薬とのハミルトン、うつ病評価尺度特点差が3点以上である。結果は、 効果量0.32、得点差1.8点で、偽薬は、抗うつ薬の82%の効果であった。カーシュは、ハミルトンうつ病評価尺度ではなく、医師が知覚した変化の印象に適合している、全般印象評価尺度改善度にて違いを検出できず、統計的に有意な差があるだけでなく、臨床的に意味があるかどうかを、医薬品の承認の際に検討すべきだとした。 世界保健機関とその関連機関はパローキセチンの未公表試験を含めてメタ分析し、偽薬は抗うつ薬の83%の効果であった。欧州の規制機関も認可された抗うつ薬の保有データを分析したところ同様の結果であった。2009年、アメリカ国立精神衛生研究所のトーマス・インセルは、偽薬効果を疑問視する証拠を挙げた上で、 抗うつ薬の効果がすべて偽薬効果だとしても、スターディー計画における14週後の最適な、感解率である28%を受け入れるべきかと、問い、数時間で感解をもたらす、ケタミンを次世代の抗うつ薬の目標にしている。2010年、ペンシルベニア大学、バンダービルト大学、コロラド大学、ニューメキシコ大学の別々の心理学者により、行われた、パキシル。 イミプラミンを対象とした研究では、軽症から中等度のうつ病に対して、偽薬との比較で、ほとんど改善度に差がないことが分かった。この研究は、米国医学会誌に掲載された。このことは、重症度が増すにつれて、抗うつ薬の使用がより適切なものとなることを示唆するとも言える。2011年、英国国立医療技術評価機構の臨床ガイドラインは、 全般性不安障害とパニック障害に対して、長期的な有効性の証拠が存在するのは、抗うつ薬だけであるとしている。厚生労働省によれば、強迫性障害の主要な治療は、スリーを主とした薬物、及び認知行動療法であり、クロミプラミン、フルボキサミン、パキシルが挙げられている。2012年、接触障害国際ジャーナル誌の報告では、接触障害には、 いかなる薬物治療の利益も示されていないが、48.4%が抗うつ薬を処方されている。2013年、うつ病に対する否定型抗生神病薬のメタ分析では、効果量は0.32から0.34であり、抗うつ薬と同様であった。これらの抗生神病薬には、セロトニンやドーパミンを遮断する薬剤、セロトニンドーパミン拮抗薬と呼ばれる、 抗精神病薬が含まれる。日本の厚生労働省は、大鬱病性障害に対し、18歳未満に投与しても、効果を確認できなかったとして、添付文書を改定し医師に慎重な投与を求める、要日本製薬団体連合会に要請した。対象は、レクサプロ、ジェイゾロフト、ルボックス、デプロメール、レメロン、リフレックス、トレドミンの7製品である。 高齢者では全死亡率が高い。2017年のシステマティックレビューは見つかった131のランダム化比較試験すべてでバイアスのリスクが高く統計的に優位だが臨床的意義は疑わしく重篤な有害事象のリスクを優位に増加させており、自殺行動、生活の質、長期的影響に関するデータはほとんどないため、 小さな有益な効果を有害な影響が上回るようであると結論した。V2 ロケット第二次世界大戦が終わると、V2 ロケットの燃料の一つであるヒドラジンの在庫を製薬会社は非常に安価に入手し、構造を変化させて新しい化合物を作った。ホフマン・ラ・ロッシュは、ヒドラジン化合物のイソニアジドとイプロニアジドに結核菌を死滅させる薬の特性を見出した。 1952年には、この薬による治療によって、結核患者が楽しそうに踊り出すといった多項症の副作用が知られ、その経緯で精神科の患者で試験され、1956年には、イプロニアジドのうつ病への有効性が見出された。イプロニアジドは、モノアミン酸化酵素阻害薬の抗うつ薬である。同じ頃、酸関係という種類の抗うつ薬も発見された。 1856年にイギリスの科学者ウィリアム・パーキンがコールタールから得られるフェノチア人に似た化合物が染料として用いることができることを発見した。このフェノチア人に似た合成染料のイミノベンジル系のサマーブルーからスイスの外議医者がイミプラミンを合成した。百五十五年にローランド・クーンがイミプラミンをメランコリーで入院中の患者に投与し、 1957年には、チューリッヒの国際精神医学会議において、うつ病患者の症状を軽減させたと報告した。翌1958年に、イミプラミンは、トフラニールの商品名で販売された。また同じ頃に、うつ病を説明する仮説が生まれた。1954年に、神経伝達物質であるセロトニンが、脳内に存在することが報告され、 1960年にジョージアシュクロフトにより、うつ病ではセロトニン濃度が低くなっているかもしれないという理論が提唱された。北米ではノルアドレナリンが関与していると考えられており、1965年にアメリカ国立精神衛生研究所のジョセフ・シルドクラウトがうつ病のカテコールアミン仮説を提唱し、 つ病では、脳内のノルアドレナリンが減少し、抗うつ薬はこれを増加させるという内容である。シルドクラウトの理論の根拠には、高血圧剤のレセルピンが、ウサギのセロトニン、ノルアドレナリン、ドーパミンの濃度を減少させたことや、偽薬と比較して、レセルピンが抑うつと不安の症状を改善させたという、ランセット誌の同じ号のすぐ前のページに掲載された論文がある。しかしながら、 ランセット氏の同じ号に掲載されたすぐ前のページ、116から117ページに掲載された論文は、レセルピンの服用者が自殺傾向を示すというものであった。1970年代には、セロトニンの減少ではないという結論に達したが、抗うつ薬のマーケティングの際に利用されていった。ドーパミンの発見などで後に、 ノーベル賞を受賞した神経科学者のアルビド・カールソンがセロトニンの再取り込みだけを阻害する薬を作ろうとしスウェーデンのアストラ社で抗ヒスタミン薬のクロルフェニラミンの化学構造を修正しジメリジンを合成し1972年に欧州のいくつかの国で特許が下り1982年にセルミドの商品名で認可されたしかしながら同じ年に アメリカ食品医薬品局の認可を得る際に、ギランバレー症候群という致命的な副作用が報告され、市場から消えた。これが世界初の選択的セロトニン再取り込み阻害薬であるとされる。後に、クロルフェニラミン自体にセロトニン再取り込み阻害様の作用があることが明らかになったが、特許を取ることができず、特許がなければ、 臨床試験を行いマーケティングを行い販売し、収益を確保するといった採算の見込みはない。セルミドに続いて、フランスのフルニエ社のジュラール・ルフェールが、抗ヒスタミン薬の分子構造を修正したインダルピンを開発し、アップステンの商品名で市場に出たが発血球、減少の副作用ですぐに市場から消えた。はじめに市場に生き残ったスリーは、フルボキサミンであり、 1983年には、スイスにて販売されたのを皮切りに、各国で認可されていったが、ドイツでは、臨床試験中に自殺と自殺期とが生じて、承認されなかった。プロザックの認可は、アメリカとカナダで1988年、イギリスでは1989年であり、この頃までには、ベンゾジアゼピン系の薬剤の危険性に関する話題は、深刻になっており、 不安障害の背後にうつ病があるとして販売された。頭文字を組み合わせた3という単語はスミスクライン B チャムがパローキセチンのマーケティングのために作ったが薬の種類を指すまでに一般化した。パローキセチンは1991年にイギリスでセロキサと1992年にアメリカでパキシルの商品名で市場に出た。日本では2000年あたりから パキシルのマーケティングのために、軽症のうつ病を病気懸念する心の風という言葉が用いられた。2003年から2004年にかけて、欧米でパローキセチンが小児の自殺を誘発するという試験が隠蔽されていたという話題が持ち上がると、総局性障害の売り込みへと変わっていったとデイビッド・ヒーリーは主張する。他にも2003年にイギリスの医薬品、 医療製品規制庁はグラクススミスクラインに臨床試験開始前の自殺を疑悪群の数としてカウントすべきではないと告げ、これには FDA は気づかなかったようだが、同様のことはプロザックでもゾロフトでも行われていた。2010年頃から製薬会社は既存の薬の構造を少し修正し特許を取得した模倣薬を販売するという手法ではすでに収益の 見込みがないとみて、グラクソスミスクライン、アストラゼネカ、メルクなどの大手製薬会社が精神科領域の薬の開発から撤退し始めた。2010年には、精神科領域の4学会により、医師に対して不適切な多剤大量処方に対する注意喚起がなされている。以降、対策が立てられ2剤以上の抗うつ薬の処方は、 診療報酬が削減されるなどの改定があった。1990年代後半からの約30年間の抗うつ薬の大幅な増加は測定可能な抗臭の利益を生み出していない。2013年には架空の抗うつ薬をテーマにした映画サイドエフェクトが公開された。ケタミンの早い抗うつ作用が見出され、2015年には アメリカではすでに医療現場で適応外仕様で用いることも増えている。また、イギリスでは医学研究審議会の資金提供を受け、幻覚剤の白紙瓶を治療抵抗性鬱病に対して用いる研究が開始され、その結果、8年から30年の鬱病を患う患者12人の約半分は服用体験から3週間後に寛解に達した。 2012年にはグラクソスミスクラインの違法なマーケティングに対して司法省は30億ドルの制裁を課したがそれには同社のパキシルの若年者で有効性を示さなかった研究と自殺の危険性を高めた研究の隠蔽 FDA による若年者に対する承認がないにもかかわらず販売促進したことが含まれるオメガマイナス3脂肪酸による抗うつ作用は議論されてきた 2015年の国蘭共同計画によるシステマティックレビューは臨床的に優位ではない小さな効果を見出しておりまた研究の質が十分ではないと結論した2016年の別のアナリシスは有効だということを見出した国蘭共同計画による S アデノシルメチオニンのレビューでは結論を導くための質の高い研究がないとした L アセチルカルニチンでのシステマティックレビューでは、12のランダム化比較試験があり、3研究では、抗うつ薬と比較して、同等の効果であり副作用が抗うつ薬より少なく、また高齢者で特に有効だということを示唆した。高齢者で行われたランダム化比較試験では、フルオキセチンと同等の効果を示したが、1週間で効果を示し、フルオキセチンでは2週間かかった。 この早い作用から異なる作用基準に注目されている。テトラサイクリン系抗生物質のミノサイクリンはメタアナリシスシステマティックレビューで大きな抗うつ効果が示された。抗生物質の使用は薬剤耐性菌を生む問題があり、感染症においても適正使用が言われており、感染症でもない状況での抗生物質の不適切使用は今められる。抗うつ薬は 抗菌効果を有するという報告がある。うつ病治療における抗うつ薬の抗菌メカニズムを評価し、抗うつ薬体制への影響を決定するために、さらなる研究が必要とされている。抗うつ薬と膜輸送体アドン1の薬物相互作用が研究されている。アドン1によるエルゴジオネインの脳への取り込みは、会話史上階における神経申請を促進し、 抗うつ効果を発揮する可能性が示唆された。モノアミン仮説以外では、ニューロキニン1周辺の研究がなされている。サブスタンス P 受容体アンタゴニストのアプレピタントに抗うつ作用が報告された。しかしながら、プラセボ対象へ、猛犬ランダム化臨床試験では有意差を示せていない。一方、既存抗うつ薬の慢性投与では、 会話での BDNF の発言を増加させることから、ニューロンの萎縮を防止するのではないかと BDNF も注目されている。診療ガイドラインその他、ありがとうございます。